雄英体育祭本戦3回戦レッツストーリここからはベスト4準決勝の試合だ。残った猛者同士の目が離せない試合が続く。飯田君と轟君の試合、二人は騎馬戦で組み、お互いの情報を持っている者同士だ。機動力が最大の武器である飯田君、彼には騎馬戦で見せた必殺技レシプロバーストがある。僕も間近で見たけど、あれは見てから反応できるレベルの速さじゃない。轟くんも飯田くんの機動力、そしてあの技の速さを身をもって体験しているはずだ。勝負は氷結で捉え、彼のペースにできるかどうかだと思う。僕は緑谷くんのような打ち消しはできん。だから機動力を生かして速攻で決める。行くぞ轟くん。レベルの違いを教えてやる。準備はできている。レディークラッシュ。通過点だ。カタマフ熱が左で、はあ、挽回なんだ。こちらか即座に左で熱が、うん、挽回。まさに俺の力だ。挽回。固まれ挽回。まさに足元この腕で。まさに右挽回。回るぞ振り壁。やるじゃねえか。こうだ掴んで。熱が気にしてらんねえな。どうなっても知らねえぞ。すまねえ、やりすぎた。勝つだったか。交互に。交互に。に従え。熱が焼け焦げだ。挽回。いてつけ。未熟か。ウィー。期待に応えるか。エクセル。ニューストーリーズ。範囲攻撃ばかり見せてたから、こういう小細工は頭から抜けてたよな。警戒はしてたんだが、さすがのスピードだったか。自慢の機動力で懐に入りつつ、速さで勝負を決めにかかる。彼の勝ちパターンには入っていたものの、轟くん相手には一歩及ばずというところだったか。それにしても轟くん、速さに翻弄されつつも最後まで冷静に局面を見ていた。僕も見習わないと。これで轟くんの決勝進出が決まった。